皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。コロナの影響でなかなかサッカーができなかったり体を動かせなかったりしていく中で、今日からオンラインでみんなでレベルアップをしていきたいと思います。今日紹介するメニューはウォーミングアップです。その前に普段僕がメニューを作るときにどんなことを考えているのかを簡単にご紹介します。その日取り組むスキルがオープンスキルなのか、もしくはクローズドスキルなのか、まずここから決めていきます。その中でその日取り組むテーマを決めていきます。その決めたテーマに基づいて、それぞれのメニュー、ウォーミングアップ、トレーニング1、トレーニング2、ゲームなどを決めていきます。この時必ず一貫したテーマで取り組んでいきます。また選手が獲得するべき能力、スキル、技術、判断、コミュニケーション、フィジカル、メンタル、この5つのスキルのうちどの部分を獲得できるか、こちらも考えながらメニューを作っていきます。本日のウォーミングアップで獲得できるものは判断とフィジカルの元になる部分になります。では早速メニューを紹介していきたいと思います。メニューのテーマはコーディネーションです。その中でも連結能力。メニューの名前は手足をバラバラに動かそうにしてみます。ではルールの説明をします。最初は右手が2拍子、左手を3拍子で動かします。それができたらその逆の動きをしてみましょう。右手が3拍子、左手が2拍子です。そこまでできたらそこに足の動きを加えます。足をけんぱけんぱけんけんぱの動きで、けんの時に両足を揃える、パの時に両足を広げるという形を付け加えていきます。そこまでできたらさらに声で1から10までを数える動きをつけてみます。それでは実践編です。それではいきます。まずは右が2の動きです。1、2、1、2で左が3の動きです。1、2、3、1、2、3。ではいきます。では右と左を逆にします。左が1、2、右が1、2、3です。はい、いきます。では手の動きに足の動きもつけてみます。いきます。けんぱけんぱけんけんぱ。では最後です。右手と左手と両足が違う動きをしながら足をかけます。5、6、7、8、9、10。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタン、コメントお待ちしてます。ではまた。